動画の視聴ありがとうございます。レックス認講師根本です。えここでは直前期 C56 の学習の仕方について説明していきます。具体的には3つのことを説明します。まず1つ目。4月、5月、6月。どのレベルまで持っていけばいいのか。C56。どのレベルまで持っていけばいいのか。これについて、初受験の方。3回目受験。 基準点突破経験がない方、基準点突破経験のある方に分けて説明します。その上で、格論部分、C56、どんな勉強をすればいいのかの格論について、基本を固めたいやり方、プラスアルファを得る方法、これを具体的に説明します。えそこでも並立するんですが、いや、ちょっとそういう一個一個細かいことは無理。 自分もひたすら過去問をぐるぐるやりたいんだと,といった過去問ぐるぐるの方に対するアドバイスこれを最後にやろうと思います討論部分、過去論の細かい部分そして過去論で過去問ぐるぐるという場合この3つに分けて説明をしていきます、えー、説明自体はこちらの方にも、えー、PDF データを今画面の方に出しますまた添付ファイルの方でもあるかもしれませんこちらの方をぜひご利用くださいまずは 目標とする部分について説明しましょう。はい。第1編。学習の方向性と目標にすべきこと。こちらですが、まず一番上。初受験の方。初受験の方に対する方向性と目標を説明していきます。4月のタイミングでは、 基本学習をメインにすべきです。そして、目標にすべきこと。一定の年度の過去問、10年もしくは20年。その過去問について、まずは、正語が分かること、意味が分かること、理解することを最優先にしてください。はい。そして、 それをやりながら、5月に公開もし4月末にあります。これを受けた上で、方向性を同じにするか、方向性を切り替えるかを決めてください。どちらにしても最低限目標にすべきことは、こちらになります。足レベルで95%以上、足レベルですからね。 で最後6月ファイナル編が終わったタイミングまたここで成績等を見ながら学習の方向性をどっちにするかを決めるそして目標にすべきことこちら公開模試なので判定 C ランク以上を選ぶ一発の方 S 判定なんて普通出ません SA 出ません 私がもうずっと今まで接した方普通に C ランクもしくは D ランクでも一発で受かっている方がいらっしゃいます大抵 C には引っかかるように持っていきましょうでは次3回目受験で基準点突破経験のない方4月に関しては基礎学習をメインとするで目標にすべきことこのタイミングで正答率90% を目指してくださいそして5月公開模試等を受けてどっちのふうに振るか考えるそして目標にすること当例の点数午前も午後も26以上いけるようにするそしてまた6月ファイナル編が終わったことで学習方向を決める目標にすることは B ランク以上。 B 以上を目指してほしいところです一方最後基準点突破経験のある方4月時点からもう基礎プラスアルファの方にいってくださいそして目標にすること当連コンスタントに2828い28くように逆に28いかなければ何か問題があったと思って学習方向性見直してくださいで5月 公開模試を受けて方向性を決める。伸ばさなきゃいけないのか。基本をしなきゃいけないのか。そして目標にすべきこと。A ランクが目指せるはずです。そして6月、ファイナル編終了時、こ注意です。基本をメインにしてください。プラスアルファ、もうこれ以上は結構です。 落としちゃいけない論点を落とさないようにそちらの方に徹底学習の方向を変えくださいそして目標にすること合格判定を1回でも取るということはいでなんですがところどころで学習の方向を決めるようにと,と言ったんですが この学習方向の決め方、どうやってやるのか。これ2ページの冒頭の方に入れました。基本学習をメインにするのか、プラスアルファを目指すのか。で、ここは自分が基本ができているかどうかといった主観、自分の感覚。それは絶対にやめてください。主観ではなく、あくまでも客観。 当連の結果を重視してほしいんです。で、その当連の結果といっても、こちら強をつけほしいのは、点数で決めないようにしてください。点数が何点以上は基本、何点以下は応用ではありません。ファイナル編以降の文字では、解説たちの冒頭に、 問題ごとのランクを入れています。二重丸、絶対落としちゃいけないもの。丸、二択に迫られる、合否を分けるレベル。三角、取れなくてもしょうがない。失点の分布を見てほしいんです。二重丸が多いのか、丸が多いのか。もう二重丸が1、2個。まあ、3個ぐらいまではいいと思うんです。二重丸は3個程度。でも、丸の失点がほとんど。であれば、 これも基本をやっても伸びませんもうプラスアルファをするしかないんですよ。一方、丸はそこそこ取れてる。でも20万のミスが5問以上ある。というのであれば、やはりこれは基本を徹底すべきなんです。自分の主観ではなく、当連の成績、当連のミス、それで方向性を決めていってください。ではまずここまでが。 目標とするところと学習方向の決め方の話になります。次は具体的手法です。レジュメ切り替えました。具体的手法の方ですが、基本学習をメインにする方法、かっかむこと、こういうことをお勧めするよと。ちょっとこれを基本学習をメイン、縦へ見ていきます。まず民法です。 民法はあまり過去問をぐるぐるするということはあんまりお勧めいたしません。いや、分量が多いってことと、文章が長いんで、なんて言いますかね、書けた時間に比べて得られるものが少ないんですよ。文章が長い、事例が多いですね。なんで、問題演習というよりは、できれば読み込みとか、覚える作業とかの方が、結果効率はいいです。で、ただそれでも問題というんであれば、 まあ、過去問でもいいと思いますが、論点がちゃんと絞り切っている、当連問題。なんかをね、手を出すといいんじゃないかと思います。読み込み、暗記を、えー、こちらの方ですが、読み込み、暗記をメインとしつつ、ちょっと当連問題をやると。次、会社法です。会社法は、とにかく図表の暗記です。 会社法は理解して覚えるということがなかなかできません。まずは覚えるんです。で、覚える分量が増えてくると理解できるようになります。自分は理解中心の勉強で理解できないものは頭に入んないんです。捨ててください。一回覚えましょう。2週間、1週間、10日とか。で、いろいろ覚えていくと、あれなんでこれが違ってくるんだろう。あ、こうかなっていうふうに理解ができます。 ってことこで、でやるべき作業は今日の暗記です。問題じゃありません。で、それどうしても問題を解きたければ、当連問題等を1、2問ずつやっていきましょう。決して過去問をむやみやたらに繰り返すということはお勧めできません。問題演習しても、その問題しか覚えませんよ。また、会社用の過去問、結構ね、難易度は。 結構言ってるものがあるんですよ。二度と出ない関係で。二度と出ないレベルでね。なんで、それも考えると、過去問はお勧めしたくない。はい。では次は、憲法です。で、憲法も過去問というよりも、何か基本問題集を繰り返す方がいいと思います。えっと、過去問、悪くはないんですが、やはり難易度が高いものがそこそこばらまきます。であれば、例えば、公務員の問題だとか、行政書士記の問題とか、 そういった問題の方で本当にオーストックしたものだけやっておくの方が基本は固まってくると思います次、刑法刑法は過去問の年数15年以降と絞っちゃってくださいえっとこちら15年から出題数が変わっています で、これ以降のものがよく出てるので、まずは年度を絞ってそこを繰り返すことをお勧めします。次、不等法です。不等法ですが、こちら、過去問をやってほしいんですが、その過去問も短い文章のものをまずやっていきましょう。 短い文章で知識をひたすら出していく知識の丸抜を確認していくこれで基本を固めていく言ってほしい長い文章とか教授と学生だとかテクニカルなものだとか知識に行く前にいろんなとこではまってしまいます短い文章のものだけひたすらやっていくそして権利関係 A が B とかいうのがあればもうそれは合格像の方にも書き込んじゃう書き込んじゃってそれだけ見て 丸ばつ答えるようにするその方が効率的にできます次商業登記株式資本役員以外の学習をするように株式資本役員の部分は技術の学習でことたります 均一の学習で択一方も伸びてきます。それ以外は言ってしまえばもう本当に読まないと頭に入りません。読まないと手は伸びません。商業登記、記述が得意でも択一が苦手だ。当たり前です。出るところが違うからです。株式資本役員は多くても4問。ひたすら3問ですからね。次。 民事訴訟関連。民事訴訟関連は、まずは15年以降の過去問を繰り返すことをお勧めします。また、教打校に関しては、もっと年数を絞っちゃって、25年以降でもことがあります。本当に同じ論点ばっかり繰り返しますので、年度の方はもっと絞ってもいいと思います。一方、今度は右に行きましょう。基本プラスアルファ、伸ばしたいと。え民法ですが、 ここはテキストの読み込みがやはり一番です。網羅性を重視してください。どこが出されてもいいように。問題演習にすると、その演習した部分しか答えられません。そうならないように、普通にテキストを読んでいってください。次、会社法。会社法については、こちら、できるだけ こちら図表を中心なんだけどその図表の周辺知識当連問題があったらその周辺を抑えるように当連問題を解くあこれって確かあそこに表があったよな他にいろいろ違いがあったよなあちょっと確認しておこうと問題をきっかけに表を見ていくそしてその一問題々にどんどん知識を増やしていく。 やっちゃいけないのは、その一問だけの丸抜を覚える。これやっちゃうと、まあ、場所が分かんなくなるし、1個しか答えられないし、あとつまんないし。なんで、1個を素材として、周辺図表を一気に押さえていく。これをお勧めします。次、憲法。当連問題等を使って藩主を読み込んでいく。藩主の引っ掛けがあるものは、当連などを使って、 各国しましょう。それ次、統治。条文を読んでいきましょう。条文通り。えこちらにえ条文通り出る可能性もあります。で条文が一番端的に結論まとまってます。ぜひ条文学習やってください。次、刑法。当連問題を使って密室の判例、密室格論題材に取り込む。やっぱり、あの、刑法って、 事件を知っていれば知っているほど正徒率は上がるんですよでざっくりの理解でもそれなりに上がるんですレックの答弁とかでは一問一問について過去問実績があるかないかが分かるようになっています過去問実績がないものを積極的に取り組んでいく取り入れていくそこをお勧めしたいところです次不等法 東方ですがやっぱりこの洗礼の知識を増やすもうここに尽きるんですね多くの洗礼を覚えてる人にはやっぱり勝てません題材としては当連等でいいと思うんです当連等で出たことがない洗礼方としても積極的に試食していく一方総論については暗記作業総論は暗記作業が必要になります 結構この暗記作業ってことをしないせいで不当本総論が伸びないという方私は多く見ています単純暗記は嫌だと思うかもしれませんがそれをしないとあと一歩はいかないんですえそれ同じ話は次商業投機にも行きます商業投機遮断財団投機事項定款記載事項覚えないと戦えないんです また苦手分野というのは絶対出てきます商業登記そこはぜひ当連問題等で克服して,てくださいそして最後民事訴訟民事訴訟って年によっては過去問だけだと3問程度しかいかない時がありますなのでやはり当連などを使って密室のものを抑えていってほしいんです はい。ってことで、当連問題を解く。で、それを題材に周辺の図表を見る。で、とどめて条文で確認する。三つ入れ口があれば、記憶は固まってくるでしょう。で、最後は教託です。で、教託は基本的に過去問で十分なんです。ただ、手続き面。 供託手続き、預ける手続きや払い渡し、引き出す手続きは過去問レベルを超えてきます。そういったものは、まあ、テキストを読むでもいいし、当連問題でもいいし、そのあたりは積極的に密室ものを入れていきましょう。以上が細かいやり方になります。一方、人によっては、いや、ちょっとそんなね、格論でそんなに一個一個考えてらんないと。 自分は過去問をね決めたものをぐる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 回して点を上げたいんだとそういう方のやり方にいきましょう具体的手法その2過去問ぐるぐる一定年度で過去問年数を絞るそしてそれをひたすら解いていくというやり方ですではまず全体的な計画について平日3時間しかできないことを想定します 3時間だけ。この方、過去問ぐるぐるを選ぶ方は、1日60から70、大終的には解いていってください。例えばです、ファイナル編の数回、これは午前科目の回です。午前科目等連が日曜に来ます。なんで、普段の学習も午前科目、 たださいただ午前科目だけやるに加えて不等号はちょ,こちょこちょこちょこ入れるようにしてください不等を1週間やらないとやはり知識劣化してきます今度は逆にファイナル編偶数回この偶数回については合科目です基本的には合科目を中心に回してってくださいただ 民法はやらないと知識は劣化しますので民法は適度に入れていきましょうそして次に、土日当連がない日絶対にやってほしいのが再チャレンジなんです。月から金間違えた足そこだけ土曜にもう一回やってみる で、それで知識を入れていく。ある意味、これができるから、平日で間違えたものについて、そこまで関係ない。もう一回土曜に解くんだから。もう一回土曜に解くんだからっていうふうにしとけば、平日回すスピードが速くなる。ということで、平日まず解く。間違えたものはパルク確認する。で、土曜にもう一回解く。で、そこで覚えに走っていくと。こんな感じで言ってみてください。 そして、それ以外については、マイナー科目がどうしても後回しになります。その問数を増やす。そして、期日です。平日に期日問題を解くことはお勧めできません。平日の学習時間は3時間しかありません。 均一って一問問解いて解説等を見ちゃえば下手すれば1時間ぐらい持ってかれるんですよ。で、1時間持ってかれて得られるものっていうのは卓衣と比べて低いんです。卓衣1時間で得られるもの。均一1時間で得られるもの。こう考えたら平日の貴重な時間を均一に使うのはおすすめできない。なので、均一に関しては お仕事がない日、土曜、日曜。日曜が当連であれば、日曜で強制的に2問、新作がある。だから、その前の日、土曜日に今まで解いたことがある問題をやっていきましょう。では次。その上で具体的なアドバイスをしていきます。まず一つ目。 問題を、こちら。多く解く。ここを意識してほしいんです。丁寧に解くではなく、多く解く。雑なものでも何回も何回も塗れば、丁寧になります。がっちり一回丁寧に塗る。三ヶ月放置する。きれいになくなる。 丁寧に塗るって結構神経使いますよね。でも3ヶ月経ったらそれがなくなるって言ったらやってらんないんですよ。雑でいいんです。雑に何回も何回も塗りましょう。で、そのためには多く解く。で、多く解くためには何がネックかっていうと、解説なんです。合っていた問題、合っていた足は、 何があっても読んじゃダメです。いやー、そんなことにも、ちょっと自分のこれ本当と楽しいかなって思って、ちょっと解説。いや、楽しいんだと思うんだけど、読んでみる。1分外か2分外か3分外かよかった、楽しかった。無駄な3分です。3分あったら1問いけますよ。また解説を読むになると下手するともう一回問題文から見ちゃうんです。時間がかかるだけかかっちゃうんですよ。 当たったものは絶対に読まない。で、次。間違ったもの。間違ったものについては、どうせまたもう一回間違います。一回目は全部読みますが、二回目、三回目、全部読まなくていいようにしておく。具体的には、解説文にちょっとちょこっとね、ここだけ読めばいいっていうのを入れておくとかね、理由付けを簡単に書いておくとかね。いうことをして、 2回間違えた時にそこだけ読めばいいってところを作っときましょう。では次。丸二一1科目をまんべんなく演習すること。同じ分野の問題ばかり解かない。1分野1問ずつ。もしくは年度別に解く。まあ過去問集ね例えば「うん代理」ってあったときにね「有権代理」のところずっと解く。1問解いて。また有権代理で。 まトイレと多分ページは続けて同じ分野のもありますよね。でそうすると1時間たった時に全然分野が進まないんですよ。これやってるとひたすらね1週間かけて当連がありました遺言全く見てないやとか貢献全く読んでないやって事態が起きるんです。全分野をちゃんと触れられるように。 できれば、1分野1問解いたら次の分野。1分野1問解いたら次の分野。多くても2問。1週間で全分野はやるようにする。1週間で全分野やれるようにする。だから、できれば1週間、えっと、一分野1問をお勧めします。で、また、ちょっとこれがめんどくさいなと思った方は、年度別過去問という手もあると思います。年度別過去問で、じゃあこの今日は平成21年のやつを全部解こう。 今日は何年度を解こうと。なんだかんだこれって結構バランスよく解けるんですよ。次。3番。意味がわからない過去問はもう無理に解かない。もちろん出たらどうするはありますよ。でもその意味がわからない過去問に時間かけてずーっとね10分20分かけるんだったら 意味がわかる過去問をやってた方が効率いいんですよ。もう意味がわかる過去問がちゃんとできるようになった時にね、意味わかんなかった過去問をもう一回読んでみるの方がまだましです。わかんないものについてまで無理くんはまんない。もうそれは後回しにする。もしくはもう出ないと割り切っちゃう。そんなことをやってください。そして、丸四番。 正当率が悪すぎる論点。これはぜひ読み込みをしてください。もう明らかに正当率が悪いと、この区分建物はどうもダメだと。と言ったら、もうこれ問題演習だけしてもそんな変わりません。正当率が悪いものは読み込む等をしないと正当率上がりません。ぜひそういったものは土日に組み込んでください。では最後に。 この分野について説明すると、ここをどうするか。過去もぐるぐると言いましたが、これを何年分にするのと。もうこれは今までの学習経験等によって変わってくると思います。10年分、15年分、20年分と変わってくると思います。 学習経験がそんなにない方は、10年分というふうにまずしておく。で、そのあは10年分、パラパラ見たときに、明らかに長文だとか、明らかに難しそうなものがあれば、よし、じゃあこれちょっと除いて、もう1問先、もう1年先というふうにするのもいいと思うんです。令和4から24、24から24年から令和4年分とした上でね、例えばね、1問なければ23とか22とか、そういった問題まで、ね、手,だ手を出すと。 受験経験がある程度深まっていれば15年とか20年っていうのもいいと思うんです。またどうしても自分で年数を決めきれないという方はレックでは直前択一過去問絞り込み講座直択というものをやっております。この過去問をやっとくといいぞといった絞った過去問集が手に入ります。そちらを使うというのも一つの方法です。 で、その上でお勧めしたいこと。レコーディング学習です。自分が毎日毎日どういう学習をしたのか。学習計画ではなく、やったことを記録する。やったことを記録する。これをお勧めします。やったことを書いていく。そうすると、ここまで書いた内容を見ると、あ、今日はこれやろうって決められる。 で金曜日もここまでやった内容を見てじゃあこれは今日はこれやろうとあそういえば会社法手薄だなじゃあ会社法にしようとかねそして一番最後に法令の結果を入れるよかった場合はあそっかこの曜日とこの曜日があったからこの点数にいったんだなあ会社法はここしかやってなかったかとかね こういう感じでレコーディング学習をしておくと自分の一週間を振り返れます。で、一週間を振り返れば次の週の学習が決められます。そんな感じで、こちらやったことを記録するってことをお勧めします。とは言っても、やはり多くの方が思うのは何か指針が欲しい。この方向で勉強すればいい。あまり頭を使いたくないと。ってことで。 初受験2年目の方用にちょっと問題数を、そしてどの問題を解くべきか、どの分野をやるべきかというのを入れてみました。で、これですが、何年かね、私の出てきたところの一発合格者の方の統計などをね、ちょっと見させてもらって、問題数などを入れております。これは3月の予定になっています。3月から4月か、3月から4月の予定になっています。 初受験、2年目の方、冒頭からいきなり20問ずつってできないと思います。1時間で民法13、不登法13、刑法10いけるかな多分初めのうちは全部で3時間やっても、これが1回いかないかだと思います。で、こんな感じで、月、火、水、木、金とやって、土曜日は間違えた問題をもう1回解き直す。 そしてその上で、民法と会社法、特にこの2つ、問数が多いので、これをしっかりやる。そして、期日を2台解く。それで日曜日、ファイナル答練にチャレンジ、午前科目答練にチャレンジしてください。で、そしたらね、その横、答練を受け終わりましたら、実際どれぐらいだったかっていうのを書いてほしいんです。 こんななような感じで例えばもしこういった点数であれば次の週意識すべきなのはまずこれは多分会社法でしょうねなおねこちら次のね「午前科目会」はここなんですよで一応「問数」のところは入れてるんですがこの「問数」のところ会社法の方だけ少し増やすっていうのはありだと思いますこの部分ね はい、で次の二週目のところは五科目の方が載っています。手法はほとんど同じです。また点数を入れるところがあります。で点数を入れたら第四週の学習計画に反映してみてください。そして最後の一週、これ最後に公開模試が来ます。全科目がまんまんべんなくできるようにこれぐらいの問題数、これぐらいの分野を学習することをお勧めします。 そして、どれぐらいだったかっていうのを入れてください。これによって次の月、基本を徹底すべきか、プラスアルファまで行くべきなのかが決まってきます。次のページからは5月の学習計約になります。このあたりになると、だん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 問題数増やしてもいけるはずです。というか、増やしていってください。 最後のところになると、こんなぐらいまでいけると思います。はじめから20問、30問はなかなか難しいです。はじめは問題数を少なくし、徐々に徐々に負荷を強くする。そして最終的には、こちら1時間で30問、1時間で20問。そういった学習ができるようにして,てください。今回のガイダンスの方は、ここまでといたします。 もっと具体的にここはどうすべきなのか自分こういう環境だけど何ができるだろういろいろ個人個人疑問等があると思います。レ e c では私を含めいろんな講師の方が直前期学習計画相談に乗る機会を設けています。電話、内閣なども用意しております。ぜひレ e c のホームページ等を見て学習相談にぜひいらしてください。こちらのガイダンスの方は以上です。最後までご視聴ありがとうございました。